声優重要調査クエストはこちらです。はい、今日はこちらのガランゴルム2頭の調査からやっていきます。はい、それで組み合わせなんですけど、ですね、今日はこちらのうつしとジェイ、うつしとジェイの、青いチェックを黒にしていきたいかなと思います。簡単にご説明しますと、はい、じゃあチッチェさんの声に乗せてちょっと説明をいたしますと、この組み合わせ表の赤いチェックは重要調査クエストで行った組み合わせです。青いチェックは盟友同行クエストで行った組み合わせです。黒いチェックはその両方で行った組み合わせです。刀のアイコンがついてるやつは討伐会話を聞いた組み合わせというふうになってますが、今はこの青いチェックを、黒いチェックにするということをやってますので、うつしとジェイ、こちらを今日は行きたいと思います。うつしと、うつしはまあ笛でいいでしょう。で、ジェイはスラークチャーク、総中語にしてみよう。総中語ね。うん。はい。気持ちを一つに。行きましょう。よいしょ。はい、行きまーす。長官、出陣、よろしくお願いします。まで見た。マナ弟子との狩猟だ。教官、こんにちは。俺、今日も元気全開です。やあ、ジェイ君、こんにちは。俺も機嫌番長、元気全開だよ。お元気であることを報告し合った感じだね。でも、盟友同行の挨拶よりは良かったかな。あっちにいるね。ちょっとじゃあこっちから行こうか。ここから行けますよね。よし、今日のこれ重ね着はこのマギアチャームベルっていう、またこの普段は担いだことのない重ね着の笛に合わせてちょっと組んでみました。一頭目がいる。よし、はい、俺のおめでとうございます。そうだ、今日ははい、私ね、そうなんですよ、この左上のアライソって名前が書いてある下に青いこのバーみたいなのがあると思うんですけど、これがですね、確かエスピナスアッシュの新しい防具のスキルであるシャラララン防振とかいうスキルをちょっとつけたくてですね、防具を作りました。これがね、もう全然ね、尻尾が出なくてね、なかなか作れなくて、やっと作れたんですよね。モノマネしてみよう。はいはい、どんなもんだろう。結構笛を吹くときに私はご了承しちゃうんでいいんじゃないかなって。ほら、方針のバーが、はい、やばい、いい、よし、どっちが任せても、あれちょっと待って、全然だ、全然気もそぞろです、すいません。おー、この青いバーが多分全部溜まると一回ダメージ無効にしてくれるとかいうすごいスキルだったと思うんですよね。あ、そうか、連続でやられ無効とか吹いてくれてる。え、あれ、そんなんだったっけ。うつしの音色違くない、今日。あ、これもあったんだっけ。あ、ほら、発動した。今あんまりいいタイミングじゃなかったな、発動が。いける、打てる、あとはいいかい。
よし撃てた。あでもみるみるうちにあれが溜まっていくな、防身のバーが。もう一匹来た。乗れるもしかして。やり合え、争い合え。はい、総理。えい、あれ、えい、頑張れ、頑張れ、よしよし、お、えい、もうちょっと、感情的になるのは良くないよ、えい、よし、あ、また音がおかしい、はい、操流完了、自由自在で完璧な操流だ。お、取ってくれた。2匹目をね、討伐しましょう。それを忘れないようにしなきゃ。あ、また合身のバーが溜まりました。あ、どこだ。あー危ない。割とゴリ押せるっていうことだと思うんで。あ、また、あ、弱ったらしい。あ、ダメだ、ダメだ、どこだから。手がつけられない。ダメだ、全然ダメだ、置けない。ちょっと、やばいやばい。あのルーチかな、あの時思い出すわ。いやちょっと爆発してる。死ぬ。あ、方針今のところつけてよかった感があんまりないんだけど、私が下手なばっかりに。でも多分ね、ダメージは受けてないんでしょうから、その一瞬は。すぐいるよね、すぐいる。ちょっと飛びます。で、次のやつはどうしても討伐をしないとね、いけないです。いくよ。ちょっとちっちゃいね、さっきのやつより。あ、早かった早かった。あ、大丈夫だった。スターも溜まってた。やっぱり攻撃力アップ増えてくる。なんか全力せやられ向こうもあるのか。狙われてるよ、標的にされてるぞ。あでも思ったより溜まるかな。あーちょっとレベル1しかねつけてないんですけど、ちょっとレベル2つけようとするといろいろ大変なのね。あーはー、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか投げてきてる、投げてきてるよ。あ、爆破、爆破やられになってる。やばいやばいやばい、爆破やられは、あ、もう消えた。はい、そうだ。あ、あ、罠引いてる。ジェイがこっちにしよう。撃つし死ぬし。ああ、また撃たれた。でも機嫌撃ってくれるのいいな。お、今のは良かったんじゃない？今のは食らってたもんね、多分。
絶対に。やばいやばいやばい。よし、でも回復はできたぞ。よーし、よし、ここで起炎を。はい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 。こいつは討伐ね。ちょっと断るごとに確認していかないと。よーし、行くぞー、やってください。そうそうそう、でもこの防身のためにエスピナスの防具を作って全部強化したらお金がますますなくなっちゃいました。あ、さっきの落とし物全然取ってない気がするけど、戻っていった？まだ落ちてるかな。もうお金が本当になくてやばい。これちょっと変えとくか。シャリーン、落とし物拾ったのかな。私結構割と拾ってるからな拾いがちだからな。あ、今発動してしまった合心が。もっといいとこで発動してほしい。ちゃんと避ければいいね。よくないよ。あ、乗れる。よし、ちょっとさっきのさあれを変えといてよかったわ。行くよ。勉強させてもらいます。ほら、はい、えい、よし。ちょっとこの方向キーで方向を変えるっていうのもちょっと覚えました。あ、もう弱ってる。もうこれは捕らえてはならない。あ、やった。はいはいはい、おしまい。うんうん、マナ弟子もジェイ君も見事だったよ。戻ったら汗を流して食事と睡眠だ。ハンターは健康第一。食事と睡眠大好きです。山ほど食べてたっぷり寝ます。素晴らしい、それこそ人間の土台だ。怠らないようにね。終わりですか。いいね。そろそろ出発しないかいえ、そろそろ出発、どこへどこへ行こうというのかね。よかったよかった。はい。やってくれないのかな。ダメだった。達成だ。また腕を上げたね。ありがとう。ちょっとね、ピンクにしようかと思ったけど、ちょっとやっぱ都市的にピンクは辛かった。あ、おっぽ出たな。おっぽでもいっぱい持ってんな。はい、10分か。うん、そうそう、ちょっとねこの朝ネギ、膝が辛いんだよね。膝がね、あの見てて膝が辛いね。はい、では次はこちらですが、トビカガチとジンオーガとライゼクスです。で組み合わせなんですけど、ですね、こちらのチェックをね、今青いチェックを黒いチェックにしていく作業をしてますが、今この青いチェックがね残りミノトと日の絵、日の絵とミノトのところだけなので、こちらでいきます。当然のようにね、またトリプル笛です。さあ、はい、行きましょう。皆様お気をつけて。行きますよ、三姉妹。いざ。少しばかり緊張しますね。さあミノト、今日の役目は
我らの英雄を支えることよ。はい、私全身全霊で日の絵姉様をお支えします。はい、ありがとうございます。薬飲む音、満足感。はい、今回はですね、はい、そうですね、今回はあの合身をレベル2までつけれました。飛びかがち、結構ミノトちゃんは引きこもりタイプなんだね。お家大好きなんだ、まあ、私もそうですけど。なるほどね、いくよ。そう、合身レベル2までつけれた。なんか爆破ダメージが入るらしい。よし、あげれた。俺の音、お気をつけて仕掛けてきます。お、これもいらないね、照明音樹。お願いします。助かりました。はい、これで、えい、いける。よーし、あー、ちょっと上手くなった。海名交流でしたね。コーヒー、コーヒー、よし、たまった。どんどん打って、危険効いてるよ。不平不平、これはいいよ。全然危険溜まってないわ。あ、防壁とちょっとね、合身って似てますよね。ただ防壁はダメージを食らうんですよね。だから吹けるは吹けるでしょうけど、ダメージ食らうからちょっと危ないよね。あ、また気合吹いてくれた。気合早いな、この皆さんの。私が遅いんだな、きっと。これで多分、あー、ダメだった、ダメだったか。あー、いいね。これをね、気炎を吹くときに聞いてくれるとすごいいいですよね。はいはいはい、え、討伐してしもうた、討伐してしもうた。はい、大切に使うよ。ここでは出ないよね、討伐の会は。あー、すごい強い神王がだね、次。じゃあ、じゃあここに行ってちょっと着替えます。で、神王がとライゼックスは氷弱点なので着替えないで行こうかなと思いますが、だからね、ライゼックスのにしていきます。ライゼックス。これだ。はい。で、これを変える。それで、頑張って食べてください。え、食べてください。何だったんだ。何なんだろう、このタイミングで何か会話出ますよね。え、どうされましたか。すいません、なんか遅いですよね。ライゼックスも来ちゃった。行きましょう。あ、間違えた。何やっとんだ。いけませんよ。いけませんよ。あらあら。ごめんなさい。どこだ、ここは。よし、肉食べよう。
アイゼックスどこ？あ、そんなそばにいる？あれ？あれ？あれあれ？あ、同じとこにいるんだ。まあ。え、もう総流？え、ちょっと！総流！じゃあ総流しますよ。はい。タックルタックルタックル受けてる。えい、どっちからやろうかな。あの捕獲したい方をね、2投目にする方がいいかな。ってことはライゼックスなんですよね。捕獲したいんだよな。どっちかっていうとですけど、じゃあライゼックスをまずやりますかね。まで漏れなかったので雷やられにはなるんですよね。ただ自立無効がついてるので、え、総流？あ、総流してくれた。あ、3揃ってないじゃん。おー、お姉様が、お姉様うまい。落ちてきた。あー、もう禁煙打ってくれた、もしかして。あ、違うか。割となんか本当防振あると思うとゴリ寄せちゃうな。いけるか。あ、いける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 。防振もあるし、あ、いいね、これなんじゃないですかね、一番いい防振の使い方。はい、なんかそんな気がするんですよね。あとはこの柵玉の炸裂音樹のこの隙とかが結構あるので。あ、討伐してしまった。まあいっか。なんか落とし物ない？あったあったあった。向こうにもある。もらっていくよ。まあ、向こうにもあるよ。みんな拾い拾い。大事だよ。よし。はいはいはい。広い広い、ほらここにあるよ。あれいっぱいあるで、さっきお姉ちゃんがしてくれたから。虫も虫も、あ、まだあるわ、まだあるで、ほらあそこに行ってみ、ほらほら、こんなとこにいるわ。これあれか、一回帰った方がいいか。休憩かって言われるかな。休憩ですか。あらあら、ふふって言われるかな。ご飯でも食べますか。ご飯でも食べますかときたわ。どこに落ちる。これ変なとこ落ちちゃうんじゃない。あ、これで登れる。登れた登れた。ここか、帰る。はっ、ちょっと待ってね、こっちにあったわ。
てくればよかったか。転がってる。攻め時です。支援を打ってくれた。強いと思うな。これこれ。違う色のやつにしてもらったら防振が一回出たけど、多段の攻撃だとねそれ当たるよね。うわー落ちちゃいそう。あーまた消え、ほんと消えんのさ感覚がすごいよ。ちょ落ちそうこれ、てか私が落ちそう。あーキャイーン、ほら全然私まだ機嫌溜まってない。下手くそでは。あーちょっと機嫌はもったいないね。機嫌はさすがにもったいない。遠慮なくどうぞ。それでは歌っていただきましょうみたいな。えーい、いい交流だ。なんか快適さが半端ないですね。あーやばい、そうか溜まってなかったんだ。陣雷、よし。あらまあやっと機嫌が出たんですかって言われてそう。あらあらうふふって、はい。あもう弱ってる、早いよやっぱり。ほら帰っちゃったもん、もう参ったっつって。切れ味を戻すよ。やばいですよこの笛3人。そして私が一番多分ダメージ出てないっていう。カツーン、肉食べよう。頼むよ。元気いっぱい。機嫌万丈ですね。いやー快適でちょっとやばい。本当にずっとこれでいい。この笛3人でもうどの笛も行きたい。これは討伐しなきゃダメ。飛ばされた。大丈夫か。やったー、早いんじゃないかな。姉様、私の狩猟いかがでしたか。大切に使うよ。とても素晴らしかったわ。さすが私の妹ね。お二人ともさすがの腕前、私も負けていられませんね。すごいよ。あ、落とし物あり。のんびりするのは好きですよ。のんびり、のんびりしてんの。いやいやいや素晴らしい。本当にこんなにさっくりと、はい。あ、すいません。これさ、不言はさ修正されたけど我らは修正されてないの。なんだよ、不言と一緒に修正してよ。さすがは強者、お見事でした。いや、うん、うん、色違いのね縦笛にしてもよかったかも。縦笛じゃない、縦札、色違い縦札もね、あと2色ぐらいあるんですよ。よし、あ、尻尾出た、尻尾出た。ほんと尻尾がさ出なくて